はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、11月の11日水曜日でございます。今日はですね、こちら東京ディズニーランドにやってきましたので、今からですね、こちらアストロブラスター乗りたいと思います。ちなみに昨日も来てるんですが、昨日はね、クリスマス初日ですね。で、本日はですね、抽選枠で当たってるので、今19時なんですが、インパしたところでございます。昨日はですね、初日なだけあって、お昼はですね、こちらアストロブラスター35分待ちだったんですね。で、まあ、ジョマジね、昨日の夜シェフミッキー予約してたので、2回しかね、残念ながら乗ることができませんでした。なので全然ね、点数いかなかったんですけれども、今日はね、2日目ということで、まあ、一応10分待ちでね、かなり空いてますので、結構ね、ループできるんじゃないかなと思います。ちなみに昨日はですね、両方とも2回乗って20万点ということで、まあ、正直あんまりいい点数じゃなかったのでね、今日こそは頑張りたいと思います。それでは1回見ていきます。はい、10分待ちです。昨日はね、この時間でも20分ぐらい行ってましたからね、さすがクリスマスの初日といったところでしょうかね。さあ、それでは1回見ていきます。とりあえず30万ぐらいは行きたいですね。昨日より下がった。ちょっと銃が悪かったな。ちょっと初回はダメでしたね。昨日より下がっちゃうとは思いませんでした。まあ、とりあえず今日は昨日よりは乗れるのでね、もうちょっと頑張ります。2回目行ってきます。いや、さっきのがね、ちょっとひどすぎたんで、それ以上行きましょう、というか20万以上行きましょう、とりあえず。でもやっぱね、空いてますね。5分待ちです。まあ、花火の影響もあるかもしれないですけどね。よし、まあまあ行きましたね。まあまあです。2回目は35万でした。いい感じです。いや、この調子でもっといきましょう。5分待ちなんでね、もうどん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 いきますよ。昨日ね、2回しかできなかったから、もう今日めっちゃ行きましょう。やっぱね、今までね、あの銃あんまり関係ないのかなと思ってたんですけど、やっぱね、やればやるほど、まあ、今もそうだったんですけど、ちょっと銃結構大事だなと思ってきましたね。ということで3回目行ってきます。頑張ります。それでは3回目行ってきます。とりあえずさっきよりは行きたい。下がっちゃいました。また15万でした。なんか35万からの15万はちょっときついですね。心にきます。それでは4回目行ってきます。行けてあとね、1、2回だと思います。とりあえず35万以上行きたいけど、このね、40万の壁超でかいです。ミッションは見事成功した。まあまあ、素晴らしい活躍だったぞ。いや、今26万でした。だけどね、妖精さんがね、37万なんですよね。すごいね。まさかの今日の俺の最高記録を越したっていうね。市長さんがずーっとやってるから慣れちゃったよね。ねえ、お料理高得点だし、どうするんですか。もうね、今44分なんですけど、あと1回だけ行きましょう。もう全然列ないのでね、もう本当5分以内で乗れると思います。5回目です。ちょっとね、時間的にこれラストかもしれないです。来たー、来ましたよ、最高得点。意地見せましたよ。さっき妖精さんに負けたんで、49万8000点最高得点いただきました。いや、あともうちょっとでね、50万だったんですけどね。はい、ということでアストロブラスターカンストの道4日目でございました。いや、でもね、どん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 点数上がってますね。まあ、昨日はね、正直2回しかできてないんで、まあ正直ないようにしてほしいぐらいなんですけど、まあ、とりあえず4日目ということで、はい、49万8000点でした。あともうちょっとでね、50万届くところでしたね。いや、この調子でね、もうカンスト目指して頑張りたいと思います。もう後半なんてね、もう上着脱いでね、もう本気モードでしたからね。いやー、50万行きたかったけどね、惜しかったですね。はい、ということで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。